天然ピュアの工藤です。さて今日は G20 について議論を行いたいと思っております。今年の7月にドイツのハンブルクで G20 を行ってからもう2ヶ月が経ったんですが、これについて私たちはきちっとした評価まだやっていません。で今世界のグローバル化に向けての動きに関してさまざまな懐疑的な声が高まっている中で、この G20 の在り方、役割というものをここでもう一回丁寧に見直してみようと、見てみようというのが今回の議論の目的になります。今日は2人の方も来ていただきました。まず私の隣が元 IMF の副専務理事ので財務官も務められた加藤隆俊さんです。加藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてその隣が2年前まで財務官を務められた山崎達夫さんです。山崎さん、よろしくお願いします。ということで今日は2方で、ね、きちんと深く議論をしていきたいと思っております。でこれ4月のこのドイツでの G20 なんですが、ちょっとまあかなり前になってたような感じするんですが、しかしここでの議論というのは、まあ、メルケルさんがかなりその調整に苦労されたという形でテレビや新聞の中でもいろんな形で見た方もいらっしゃると思います。まあ、結果としてそのコミュニケもですね、保護貿易はなんとかに対抗するという文言は入れたんですが、しかしやはり不公平な正当でない貿易観光なんていうんですか、貿易に関しては対抗措置を取るとか、まあ、いろんな形が入れ込んでトランプ大統領のですね、意向もなんとか入れ込んで結束をまとめたという感じに一応見えたわけですね。ということは逆に言えば G20 というものが国際的な自由な経済システム、そういうことを守る、そして貿易の自由、開放的な貿易というものを守るという仕組みの中でこう大きな役割を発揮してきたんですが、少し大きな岐路に直面しているのではないかというふうな印象を受けたんですが、加藤さんどうでしょうか。岐路に直面していることはその通りだと思いますし、うん、そもそもそのトランプ大統領がこう G20 というような国際会議に出席するのかというところから始まったように思いますけれども、まあ、そこは議長国のドイツが非常に苦労したように思いますし、まあ、曲がりなりにもこの20カ国の首脳がこう合意できるような文書がまとまったということは一つの成果だと思います。その過程で、例えば貿易問題に関してはアメリカの言い分も、取り入れたということがありますし、それから、パリ協定に関しては書き分け、アメリカの立場と他の19カ国の立場を書き分けるというようなことまでやって、うん、一応このみんながこのイエスと言えるようなまとめたということは一つの成果であったんじゃないかと思いますけれども、うん、つまり今の私はなんとかトランプさんが参加した上で一応合意を作ったということが一つの成果だったという話なんですが、山崎さんどうですか。まあ、今の話に付け替えて何と申し上げるのか大変ですが、もともと私一番最初にこの G20 のこの首脳プロセスが始まった2008年ってこれまさにリーマンショック、世界金融危機に対してですね、やっぱり7カ国だけじゃ不十分なんで、新興国も含めてより大きなその枠組みの中で議論、経済で議論するということでスタートした、まさに危機への対応のための会だったわけですね。その後も危機が終わっても例えばグローバルインバランス、中国の大幅な不均衡問題がありましたし、ただそういうことからすると今現在この世界のグローバル経済は比較的ですね、そういう緊急に対応しなければいけない案件はそれほどでもない。だからこそまず最初にみんなでこの現状認識として、まあ緩やかに成長してますねと、まあ若干スピードは期待外れだけどというようなところから始まって、実は合意された部分っていうのでその財政金融構造改革みたいなやつをみんなそれぞれの状況に応じて総動員してやっていきましょうとか、あるいは為替についてもですね、過去は何回かいろんな議論ありましたけど、今回はもう過去で合意したコミットメントを守りましょうとか、実はそれなりにあるんですが、むしろ世界経済全体が今そういった緊急のアジェンダがないもんだから、むしろこう違いですね、やっぱりトランプ政権ができた後のトランプの登場した国際会議としての違いの部分に注目が集まったんで、しかもその、まあ、メルケルさんが努力されたとおっしゃいましたが、それは結局コミュニケーションを作るのに努力したんであって、何かそのポリシーを決めるのに努力したってことでも話もないわけですよね。まあ、そういう意味でちょっとこう違いが目立った G20 であったけれども、全体としてみれば、まあ、私はそんなにこれまでと大きな違いはなかったんじゃないかと。
はい、このサミットの首脳宣言を見てると確かに全文とかを見てみるとやはりグローバル化のやっぱり共通利益というものを多くの人たちにこのものにするための包摂的な成長というものを前進させようとか基本的な考え方はルールに基づいた国際秩序を作っているとかそういうふうな話っていうのは確かにあるわけですね。なのでその基本的な世界を作っている規範というものに関してそれがもう全面的にここで大きく見直されているわけじゃなくてそれはまあ山崎さんおっしゃったようにこれまでの状況の成果をベースにした形での到達点というのは維持されていると。しかし具体的なものに入ってみるとやはりそのトランプさんとの間の中でかなり意見の相違があるということが逆に見えてしまったと。でやっぱり世界が気にしているのはトランプさん、まあ、これは首脳サミットなのである程度いろんな人たちの個人的な意見を交換できる場でもあるんですがその人たちを生み出している国民の中それぞれの国民の中にさまざまなグローバリゼーションに伴うさまざまな問題所得なりいろんな格差とか今までグローバリゼーションというものをベースにして多くの人たちがこう発展してきたという、まあ、それは事実としてもそれがいろんな形でその今いろんな困難にあるんではないかということをこの首脳間のこう発言を見ながらですね何か今時代の変わり目にあるんじゃないかということを感じている人も多いと思うんですね。でそういう点で見た場合今回 の G20 というのは何か世界で起こっているこれから本当は重要な問題を何か意味しているというふうにも捉えられないでしょうか。加藤さんどうでしょう。今年突然起きたというわけではなくて、アメリカにおけるこの中西部 この白人の所得が伸びない、それから同じような問題はイギリスにもあってそれがブレグジットの数字になったということですし、ドイツでも同じようなことが起きあるんでしょうし、フランスでもオーガーの工業ではあると思うんですが、それでただ G20 としてだからといってグローバリゼーションを否定するかというと、それはやはり利益、これだけ経済が世界経済が発展してきたその理由の一つ大きな理由はグローバライゼーション。ただ実際に現実の社会で起きていることの不平等さ、それから、みんなを包み込むようなある程度そのグローバル化の運転が進展するような成長、これをいかに実現するかということがここ数年の課題になっていますけれどもまだその答えをこう探しあぐねているというのが今実情じゃないかという気がしますけれども、山崎さんもどうでしょうか。やっぱりその今のフォーラムというものが、なんとか形はまとまっているんですがしかしその中でやっぱりなかなか意見がきちっとした昔みたいな形に議論ができなくなってきているその意見の違いが見え始めるというのはその背景にやっぱり世界の大きな秩序がないグローバリゼーションをベースにしてこれまで我々が何とか発展させようとしてきたものそのものに何か変調があるとでそれをがここに反映されているんだというふうな話であったと思うんですが山崎さんはどう思いますか。今加藤さんがおっしゃられたことにも尽きるんですけれども、特に一つ例えばグローバリゼーションの中でもですね、移民の問題で言えば、まさにその移民によってむしろその自分たちの職を奪われる不安によって例えばブレグジットみたいなことが起きてそしてまたそのトランプ政権を誕生したというそのトランプさんが来てですね他方でしかしそのこの前にあったそのフランスの選挙なんかでは一体どっちの方に行くかなと思っていたらむしろトランプさんは言葉悪いですけど反面教師みたいにしてむしろ EU っていうのは全体として結束の方向にこう強まったりしてるわけですね。だからその確かにグローバリゼーションで世界経済全体は当然パイは大きくなるわけですけどその中でさっき加藤さんもおっしゃったようにそのミクロ的に見ればやっぱりそれで不幸になった人はいるわけでその人たちに対してそのトランプさんみたいな答えあるいはそのブレグジットみたいな答えもあるわけだけど他方でそうじゃない答えもあるわけでそれはいわばその、多様性ですよね。その多様性の中でしかし共通の項目を見つけていこうという。だからそのトランプ政権も実はその例えば気候変動についてこの前にもやめると言ってここの声明の中でもアメリカとそれ以外の国を分けて書いてあるわけですけど
実際には辞めると言っても、実際どういう格好で本当に辞めるのどうなのって、今でもやっぱりアメリカの中でいろんな議論がありますね。そうですよね。それは逆に言うと、ここでこれだけ議論したからこそそういう影響があるわけですから、そこはまあ、ある意味で、そういう必然的なこの世界のダイバーシフィケーションの中で、依然ほど G20 によってですね、その中でもやっぱりつながるところはつなげていかなきゃいけないというメッセージはできたんじゃないですか。それ G20 は20カ国なんですが、この状況とかその決議案、そのコミュニケーションを見ると、なんか19対1みたいな感じも見えるんですが、加藤さんどうでしょうか、そういうふうに見えませんでしょうか。まあ、その形の上ではその19対1のようにこう読めるですけれども、実態的に見ると、新興国の中で外向けには、貿易自由化、グローバリゼーションということを唱えるけれども、国内はかなりいろんな面が制限されているという経済面の国もあるわけですから、我々日本を含めて、ね、G7 の国は、やっぱり民主主義を基本とするこのやっぱり社会というのがこう長続きするんだと。しかし現にこの社会的な問題も出ていることだから、その問題を自分たちの問題として解決しなきゃいけない。だけどその答えがまだこの見つかっていない。だからそういう意味でその経済運営のこの精神といいますか、経済運営のこの寄って立つところの違いというのがこう内包された上での1対19のようにも思いますけど、基本的に今その1対19の、基本的に大きな違いっていうのは、その多国間でいろんな課題について話し合っていくという考え方と、2国間でそのディールの中でいろいろやっていこうという考え方のこう手法の違いにもこう反映されているような気がしているんですが、ただそれは考え方から見ればかなり決定的な違いになる可能性もあるんですが、今回そういう多国間のシステム、国際的な協調の仕組みを中国がいろんなことで自分たちがその役割を果たしたいという話をされてましたよね。で、今回 G20 の中で中国の存在というのは、そういう面で山崎さんにご覧になってましたか。むしろまあそこを利用してですね、自分たちこ そのむしろ自由貿易の騎士だというようなメッセージをいろんなところで出すことに、ある意味成功したわけですけども、ただ逆に言うと、それは実際例えば国有企業がですね、まさにその市場価格と違うところでいろいろこのものを輸出したりしている中で何なのかなっていうところが実際あるわけです。で、さっき確かにその非常にこう苦労はしているわけだけれども、例えば WTO の重要性とかですね、多角的貿易の重要性みたいなやつは結局声明きちんと入ってるんですね。だからそこはやっぱりトランプ政権というか、これ特に文言はそのトランプさんというよりもそういう実際の代理なんかがきちんと議論してうまく噛み合ったって話を出席者からも聞いてますけれども、むしろその気候変動みたいに本当にスペシフィックなところ確かに1対19ですけど、根っこはやっぱそうじゃないんですよ。根っこはやっぱり本来その G7 というですね、全く共通の価値に基づくグループがあって、それはもう経済も当たり前です。安全保障もみんな同盟国ばっかりなんですけど、そうじゃない人たちも入れるのがまさに G20 の場であって、その中で本当はその G7 がそうじゃない人たちをいかに巻き込むか、あるいはその逆もそうですけど、いう中でたまたまその見えたほつれがその気候変動とかそういうところだけですから、それは私は19対1ってことでもないし、また逆にじゃあ中国がじゃあその他大勢の側でですね、中国がむしろアメリカを批判できる立場にあるかといったら、私は全くそうじゃない、だというふうに思います。はい、わかりました。じゃあちょっとここで一息入れて、次にまさに今問われたグローバリゼーションの問題について話を続けて発展させていみたいと思います。はい、私たちがG20 のあり方に非常に関心を持つのは、世界のグローバルなさまざまな課題というものを解決するためのガバナンスというものをどういうふうに考えていけばいいのかと。その中でやっぱり G7 も非常に重要なんですが、 G20 の役割がやはり非常に重要だという私たちは思っているからなんですね。その観点からちょっと皆さんのご意見を伺いたいと思います。一つ一番気になっているのは、この G20 の前にですね、 IMF と世銀と WTO が、つまり世界のブルトンツ体制を支えている大きな枠組みの人たちがですね、やっぱりホームボイ化する世界の超大きな流れ、
二国間的な形の展開に対してかなり警鐘を鳴らしたと。でグローバリゼーションということが支持されているのは世界の共通利益なのですが、その共通利益がそれぞれの国の利益につながるための努力をまだまだ足りないのではないかと、まあ、そういうふうな考え方をかなりいろんな形で説明していると私は受け止めて読んだんですが、これをこう出した意味、つまりグローバリゼーションが今抱えている大きな動きというのはかなり危機的、かなり深刻な問題なのではないかというふうな見方もそのあるんですが、加藤さんはどういうふうに、昔 IMF にもういらっしゃいましたか。IMF は、貿易の自由化を進めることが、その当該国、ひいては世界経済にとってプラスになる、これ点については革新に近いその考え方を持ってますし、いろんな学術論文でもそれが実証されているわけですけれども、まあ、トランプ政権に端的に見られるように、保護貿易的な動きがこう放置しておくと、世界にこうかなり広がるんじゃないか、それから去年までは世界貿易がかなり停滞、今低いんですよね、経済成長率よりも貿易の方が。でそういうことに対する危機感が、3機関が、合同でそのステテムに出すことのこう背景になったんだろうと思います、しかしながら前田の新聞記事を読んでてびっくりしたんですが、この間中国でラウンドテーブルをやって、その李克強首相が議長の下で、そこに IMF のラガルドさん、世銀のキムさん、WTO の、 その議長さんがみんな呼び集められて、会議をしたということですが、国際機関からするとやはり株主のこう意見というものが非常にその国際機関の運営にも影響を及ぼすということでもあるというふうに思います。それからもう一つ、もう一点が挙げますと、 G20 でずっとここ何回かは鉄鋼の過剰生産問題について対応が、国際社会の対応が緊急に必要とされるということを何回もこうコンファームしてきたわけですけど、甘々しい成果を得られていた。一方において、トランプ政権は、アメリカの安全保障上の観点から、鉄の問題を検討する、でそれが中国に関して対してはかなり効果的なようなにも見えますので、だからその国際的な枠組みで対応が効果的なのか、いやいやそれは生ぬるい、二国間のこう対話に持ち込んだ方が有効だということなのか、その点についてはまだ答えが出てないということじゃないかと思いますけど、はい、山田さんどうですか、今の質問なんですが、その3つの機関がかなり警告を出し、つまり社会にもっとみんな考えるべきだと、今の状況ということで僕はかなり受け止めたんですが、逆に言えばそういうふうな大きな困難の支援というものが今あるんだということを、こう多国間が参加する一つ、今までの秩序を形成する仕組みの人たちがその問題提起しているということなんですが、それはどういうふうな内容なのか、どういうふうに受け止めているかということと、そういうことを G7 で本当は G20 でもね、話し合っていくべきじゃないかということをちょっと期待したんですね。どうでしょうか。やっぱりそのトランプ政権の発足、特に今一応政権が離れましたけど、バノン顧問のですね、意見とかを聞いていて、やっぱりこれはとんでもないことになるんじゃないかという、一種の危機感のもとで、そういう声明を出し、それはある意味非常に正しいタイミングだと思いますが、それだけで終わっちゃうと強くて言えない、あえて申しますと、他方でその例えば世界の自由貿易、これは WTO の枠組みでやっていくわけですけども、WTO のラウンドが先に全く進まないわけです。そうですね。それは結局南北対立ですね。別にその南側だけが悪いというわけじゃないですけど、それはもう全くもうその聞く耳を持たない、妥協する耳を持たない。だから何が起こるかというと、今度はじゃあ地域の EPA、FTA が次々とできるわけです。だけれども今度アメリカから見るとその地域の EPA、FTA ですらですね、
その、まあ、ナフタでも実はアメリカにとって有利じゃないものがある、あるいは TPP だってそうなりかねない、まあ、ある意味これまではその南北の中ではまあその南の方が相当北と比べて格差がありましたんでね、まあ、多少この多めに見てジェネラスにやっていたのがどんどんその南の方が力をつけてきてですね、もう まさにもう貿易経済の脅威になる、まあ、逆にそこをその有権者に訴えることによってまさにトランプさん大統領になるわけだから、そこでまあそういうアプローチになるわけですね。だけど実際にじゃあその政権がまあここまで発足してもう何ヶ月も経って最初に言った通りやってるかというとそこはやっぱかなりあの抑えてる部分もあります。先ほどの加藤さんのお話で言うと例えばその鉄鋼とかアルミに関する通商拡大法232条もこれはまあ言えばそのディールのツールとしては持ち上げましたけど、結果的にはこれはまあ中国だけじゃなくて日本とか韓国とかカナダにも影響しちゃうんで今とりあえずは収めてますね。で今度はそれに変えて今度は301条でまさにもう中国をターゲットにして、やってます。あの資本あの知的財産権とかあるいはその技術移転の話をやってますけれども、これもまだその発動をするわけじゃなくてそれによってまさにその中国のこれまでいろいろあるその不公正な貿易慣行を正そうとしているわけなんで、あの確かにこのバイのアプローチを全て是とするわけじゃないけれどもやっぱそれによってかなり改善しているところもありますし、中国もそれに今答えて一生懸命その過剰生産とかをまあ直してますね。まあそういう意味では一概に今の状態が非常に危機的だとは言えないと思うし、ただまあそれは逆に言うとさっきの歩み責任なんかもウォーニングがあったからこそですね、あのアメリカなんかもそうやって多少こういう考えながらやってるということなんでしょう。確かにあのそういう二国間というかある程度 そのプレッシャーがあって何かをこう解決するという動きが始まるのは事実なんですが、あの昔から見てはその二国間のそのディールをベースにしたやり方に非常にこうあの皆さんが懸念してたのはそのやり方が伝染していってですね、こっちがあのやったら報復したりとうちもやるみたいな形になっていって、それでいろんな形でその経済活動が収縮してしまうと、でそういうふうなその悪循環になるのはダメだと、まあ、それをということを懸念したんですが、確か山崎さんの考えあのお話の通りに当初トランプにかなり危機感を持った動きから見ればそれが自由にこうそういうトランプ流で進んでるわけでは確かにないですよね。ただトランプさんの考えは変わってないという問題があり、トランプさんの主張にはその何十パーセント、40パーセント近い支持率がアメリカ社会に存在していると。でいろんな国にもそういうその今までのグローバリゼーションを支えたことに関する 不安とか不満があると。これやっぱり何かを考えないとこれがうまくいかないんだということだと思うんですが、あの加藤さんは何を今変えなきゃいけないんでしょうか。そのグローバリゼーションの良さを維持するためにもですね、何をあの考えなきゃいけない局面になっているんでしょうか。それは、ね、それぞれの国で、ね、うん、あのまあ、日本も社会保障を、うん、その前世代型というキャッチフレーズになってきてますけれども、うん、その国の関与持ってこう所得配分のこう平準化に向けてこう有効な政策をそれぞれの国の実情に応じて取るということが一番重要なんじゃないでしょうかね、うん、つまりあれですよね、今言ってるのはあの格差、つまりグローバリゼーションによってその富を一方的に持つ人とあの非常にこう持たない人たちの格差を抑えたり、その経済構造の大きな貿易に伴う転換をもっとスムーズに行われるような形をに取り組むべきだと思うという話なんですが、私はアメリカに行くと加藤さんも多分アメリカに行くと感じたかもしれませんが、あのアメリカに TAA っていうのがあって TAA っていう伝え物のやつも忘れたんですけど、ケネディ政権の時にあのまさに貿易仲介に伴って構造経済構造が変わったり倒産があるという状況をこうそれをこうクッション役するような、日本は結構ありますよね、あのつまり雇用のキャッチあのあれがあるんですが、その仕組みがあるんですが、なかなかアメリカの社会でそれが注目されてなかったわけです。でそれはどうしてかと聞いたら、共和党はあくまでもそれは公共がやることではなく企業がやることだとっていう話だったんですね。そうなってくるとやはり それぞれの 国の対応の仕方があると思うんですが、しかしそれがやっぱり不満を持つ人たちをやっぱり作り出してきてしまっていると。で僕は IMF のさっきの3機関の提案はそういうところもついてきてましたので、あのどうですか、あの
カズさんもう一つ聞きたいんですけど、やっぱり具体的なことをやっていかないと、つまりその世論というか国民の意思でグローバリゼーションというものが会議論が出てしまうということを、そういう多極的な機関が恐れているというふうな理解でよろしいんでしょうか。G7 の国は少なくもやっぱり何年かに一度選挙ということで政策運営が一つ検証、国民の検証を受けるわけですから、やはり、ね、そういったプロセスを通じて、ね、国民の声に有効に応えていくということが求められるんじゃないでしょうかね、うん、そうですね、本当はそれをやるべきなんですが、あっちの、関税上げるとか工場を持っていくのが嫌だとか、そういう話になっちゃうとうまくいかないような気がしてるんですが、山崎さんどうですか。つまりグローバリゼーションに伴う国内経済との調整とか何かがまだうまくいってないんではないかと、そこに多くの人たちの不満がたまる仕組みがあり、それを日本はある程度ちょっと成功しているところもあるんですが、やっぱりそこを世界的に取り組むべきじゃないかというふうに言っているように、さっきの3機関の提案は言っているように感じたんですが、やっぱりそういうことをやらないともう非常に厳しいというふうな状況であるような気がしているんですが、どうお考えですか。やっぱこれまでそういうグローバリゼーションのもたらす、まあ、弊害みたいな部分に焦点を当てて、それがその選挙とか国民投票で爆発するということは今回初めて、ブレグジット大トランプ政権誕生出てきたわけですけども、逆にそういうまあ不満の声だけは表に出やすいわけですが、しかし実際にやってみると、今ブレグジットもじゃあこれで本当にどうなると、市場アクセスを本当に諦められるんですかという、かなりもう今逆にみんな冷静になってきてますし、トランプ政権の方も例えばここに見てみるとナフタだってむしろ自動車産業界だってこれはむしろやめられちゃったら困るよってと、だからむしろまあその質の高いいろんなルールは入れるけれども、ナフタ自体やらない方がいいとか、 TPP についても例えば農業界なんていうのはほっとくともオーストラリアとかにもどんどん地とかに日本の市場を奪われちゃうと、こうなってるわけですね。だからまあ一旦まあこういうイベントで起こってしまって中でもう一回その冷静に考える期間とかあるわけですが、それがまた次の選挙とかでまた少し揺り戻しもあるわけなんで、逆にそれが正しい方向に揺り戻すようにするためにはそのまま放置しておくわけじゃなくて、そこでやっぱり必要なそういう弱者に対する手当てをですねきちんとしていくということが大事なんです。確かに今その動きはそういう動きになってますよね。で、山崎さんちょっとお聞きしたいのは税の話ですね。やっぱり G20 でこれは日本の非常に大きな功績っていうか問題提起と一番素晴らしいと思うんですが、やっぱりグローバリゼーションと租税という問題が非常に大きな問題になっていて、まあ極端な言い方をすればみんなが法人税を下げ競争をやってしまうとですね、まあ本当はそういうことまで大きなアジェンダ設定はまだされてないと思うんですが、するとみんながゼロになってしまうと、やっぱり税は税としてある程度維持するということになると、やっぱり主権国家が持っているある意味で、まあ、その租税を介入するということはどうなのかという問題があるんですが、ただそれがグローバリゼーションの中でどんどん租税面もこう非常に下げ競争になってしまうという状況になると、これはやっぱりちょっといかがなものかと。だからそのグローバリゼーションと国家という問題の立て付けの間にですね、もう少し考えなきゃいけない局面が出てきているんではないか、まあ、それは G20 の中で問題提起されてるんですが、それはどうお考えですか。まさにそこは G20 の中でも日本がですね、一番最初から主導的な役割を取ってですね、主張して、まあ、現にそれが OECD を中心にして各国の当局も受け入れつつある、いわゆるその租税回避の防止の観点ですね。今実際に例えば見てみますと、アメリカの中で例えばその Google とか Apple とか Facebook とか Amazon とかですね、まさにそういうところが一番利益が上がっている。しかしアメリカの中では雇用はそんなにもちろん増えない。で、面白いことにそういった企業はアメリカでは税金が上がっているわけですけど、国際的に言うとですね、もうアイランドみたいな極端に安いところですから税金が上がって、例えば日本なんかではほとんど払ってない。やっぱこれはやっぱりその世界的なその公平なその貿易というか、まあそのビジネスができませんので、そこをきちっとなんとか正しくしていくということは非常に大事だと思います、つまりグローバリゼーションを維持するためにもさまざまな国内の改革とやっぱり国際的なそのもっと政策的な調整というものがあると必要なんだなと、それを G20 がやらなきゃいけないという今局面だと思います。で、ちょっとここでもう一回休みを組んで最後
G20 の今後のあり方について議論を最後にまとめていきたいと思います。では最後のセッションなんですが、ここで私が聞きたいのは G20 というものの今後のあり方という問題なんです。で、今回、G7 もそうだったんですが、トランプさんというものの、その登場によってやはり議論がある意味で面白くなったと言えるかもしれませんが、今までのこう一つの規範をベースにしたその自由とかグローバリゼーションとか、そういうことに関することに関して意見の不一致が見られるようになってきたと。で、これは今後も続くことなのか、今回のトランプさんに伴う短期的な問題なのかということをまずお聞きしたいわけですね。つまりトランプさんが出てきているものが、そのある意味でそのトランプさんという個人的なその要因に基づいてこうなっているというのであればですね、また時間を待てばという感じがあるかもしれませんが、それがアメリカを軸にして、また今まで戦後を作って指導してきた仕組みそのものについての大きな揺らぎが背景にあるとすれば、多分トランプさんは変わってもまた別な動きが出てくるとすれば、その中でのこれから考えなきゃいけない世界秩序がどうあるべきかということを合わせて考えるタイミングになっているんじゃないかという気もするからです。で、加藤さんからどうでしょうか。これが G20 というのは今は不安定的な感じもあるんですが、しかしこの理念を統一した形で今後も推移していくんでしょうか、それとも大きくこれから変わっていくような一つの転機を迎えているんでしょうか。一番最初に山崎さんが言われたように、G20 っていうのはこう、G7 がこうベースにあって、リーマン危機のに伴う世界共通の危機をこういかに対応していくかということを、オバマ大統領に呼びかけて G20 の首脳会議というものができた。そういう意味ではこの G7 のベースの G20 である、昨年トランプ政権が誕生して、G20 という枠組みがトランプ政権と共存できるかということだったと思うんですが、そこはドイツが苦労して曲がりなりにもトランプ政権と、今までのこう G20 の枠組みというのは一種の共存の状況を見つけたということであります。ただその一方において中国やこうロシアをこう前頭とするそのブリックスの国々が、G20 的なその経済運営の枠組みに共感をしているかということについて言えばそうじゃないかもしれませんし、ね、そういう意味ではブリックス首脳会議あるいは上海経済協力機構、そういった類のこの G20 に対するアンチテーゼのような枠組みがどのくらい今後発展していくかというのも一つの注目点になるんじゃないかなと思いますけど、で加藤さんはどう予想してますか。この G20 はだんだん性格が崩れてくると考えてますか。いや、そこはね、来年はアルゼンチンが G20 の議長、その次はなんと日本ですね。日本ですね。だからやっぱり日本のこう腕のこう振りどころっていうのはいろいろあるんじゃないかなと思いますけど、加藤さんが言われたような背景の中で、いかにその G20 としてのそのコヒージョンをこう保っていくかというのは、ね、日本の力が試されるということでもあると思いますけど。はい、山田さんどうですか。ちょっと違う観点から言えば、加藤さんが財務官で私が財務官室だった頃っていうのは1年間で本当にアジアに出張する機会って本当少なかったんですね、でもそれは今は多分もう半分以上多分現状財務官になってあると思いますけども、それと同じようにこう G20 の国、例えばロシアとかアルゼンチンの当局者と我々が接触する機会ってほとんどなかったんですね、それがこの2008年ちょうどまさにこの10年間 G20 ができて、非常にそのこの首脳会議、財務大臣会議だけじゃなくて、さまざまなワーキンググループ、代理会合ってたくさんありますんですね。実は毎月必ず誰かがどっかで接触しているという、それは結局この20カ国って、やっぱそれはもう当たり前ですけれども、もうそもそも共産主義の国もあるし、そもそも経済制裁を打ち合っている国もあるわけですから、価値観なんて違うのは当たり前ですね。だけど、そういう人たちがでもしょっちゅういつも集まっていて、上のレベルからこの事務レベルまでコミュニケーションができている。相手が何考えているか分かるということは、これは実は安全保障だけじゃなくて経済政策上もですね、ある意味非常に安全面があるわけです。だからそれは違いがあれば違いがあっても構わないけれども、本当にその最初の2008年の通貨危機みたいなグローバル危機が起こった時にみんなが一致してそれに対応すればいいわけであって、今みたいな時は別に違いがあったってそれはある意味
認めた上で、その違いをできるだけなくすための努力をしていればいいんじゃないかな。今の山崎の話は非常によくわかります。本当に危機があった時は皆さんが結束するプラットフォームとして G20 が十分に機能すればいいし、そのために G20 というのは今後ちゃんと続けていくことが重要だと。ただそうでない時はその場で二国間のプーチンとトランプが会うとか、いろんな二国間の場があってもいいわけですよね。つまりそういう形で多くのトップが世界をの中で影響力ある20カ国が集まっている場として見れば、ある程度その役割あるという話をされているわけですね。で、私がちょっとわからないのは、例えば政府と IMF の出資問題というのがよくありますよね。つまり国連の分担金も同じなんですが、皆さんお金を出している、それと中国とかそのブリックスを含めた経済規模に応じて自分たちも発言権を持ちたいとだんだん持ってきますよね。しかし現実的には世銀も IMF もアメリカはその投票権を自分たちがこうある程度拒否権を維持できる水準を必ず制度的に持っていこうとしてますよね。ということは状況としては世界の経済がいろいろ動いててもやっぱり先進国をベースにした仕組みでなきゃいけないという構造ですよね。ただそれはトランプさんがそういう多国的な仕事に関心があるときはいいんですが、ワシントンがその関心を失っていくということになると、それが本当に壊れていくような危険性を感じることもあるんですが、カズさんどうですか？危険性はあると思いますね。国際機関における出資比率の調整っていうのはゼロサムのゲームですから、それをまとめるためには6か国強烈な指導力を発揮できる国があるか、あるいは国際機関がものすごく創造的なこの方法を見つけ出してみんなを説得する、どちらかと思うんですけれども、現状を見るとこの希望が持てるかというとなかなかこう難しい状況であるという現在の姿であるということは、率直に認めた方がいいと思う。つまり今の議論は前提には、いろいろトランプさんの問題はあるにしてもアメリカを軸にした一つの専門システムだったと。でそれをこうアメリカがやはり貫いてくれないとですね、たまたま大統領がいろんな発言をしてもいいんですが、しかしもしくは貫いていく意思がなくなったり、他国がそれに対して私が、やれるかどうか分からないんですが、いろいろ怠ってくるとかなりいろんな仕組みが壊れるか、それより戦後作ってきた IMF 世銀とかなんかの仕組みが支持を得なくなるか、新しい状況が作られるかという、そういうふうな過渡期にもあるような気がしているんですが、ちょっとトランプさんの行動はそれをこうその危険性をこうちょっと感じさせるような感じが多分専門家の皆さんにあったと思うんですが、山崎さんどういうふうな、そういうふうに真面目に考えるとどうですかね。それはまさにおっしゃる通りで、例えばその国務省予算もね、これはあくまでもトランプ大統領の予算の共通の話の中では3割カットするなんて、これはもう考えられないですね。これ国連拠出金とかいくら減らしたってそれだけじゃ対応しきれないわけ。それは責任あいぐるもしかりですが、ただ実はこれは別にトランプ政権に始まったわけじゃなくて、その直近の IMF の増資、これはオバマ政権か民主党政権かでしたけども、そこでもその行政府は受け入れてもですね、議会がいつまでたっても通してくれない。ある意味アメリカは非常にドメスティックな議会は内向きですから、なかなかその国際機関に増してこれでどんなメリットがあるんだということを他のどの国よりもこ うるさく問うタイプなんですね。もともとそういう傾向はあるわけなんですね。ただでもいつまでもそういうことだと、やっぱりその本来であるもっと投票権を売るべき新興国がもうそもそもそういうところに対してあまり関心がなくなって、まさに AIB とか、ね、あるいはもっと別の上海機構とかいろんなのがありますけど、ところにシフトしてきますんで、そこはでもやっぱりアメリカにとっても先進国にとってもそれはメリットじゃありませんから、そこはやっぱり日本は同盟国としてもきちんとアメリカに対して必要なことは言っていかなきゃいけないんじゃないかと思います。これはやっぱりつまり、アメリカがそのさっきこれトランプだけじゃなくその前からもそうだということであれば、最終的なそのグローバルのこういう、これ経済的な仕組みの機関ですよね。これがやっぱりどういうことなんでしょうか。今のままで維持するということは難しい局面になってきていると。そのもっと
新興国も含めた形を巻き込んだ一つのガバナンス体制に持っていかなきゃいけないのか、やっぱりそこまではまだ不安だと。だからある程度そのせがみ合いがその今後もここ数年はある程度なるべく続くんじゃないか、そういうふうに見たらいいんでしょうか。加藤さんどうでしょうか。前回のこう IMF の出資比率の調整も、ともかく無理だと思ってましたけれども、時の IMF の専務理事がそのどう考えてもこうやはりあの新興国の力がそのここまで来ているんだから、それを認めないということはその期間のこう不沈に関わるということでアメリカを説得しヨーロッパをこう説得したということですから、まああの国際機関の長のこの意気込み感にもよるところが少なからずあるというのも事実、あとはアメリカの中での議会の問題こと難しさというのはその通りで、なかなかその政権発足直後でないとなかなかどうしようが通らないというのも現実問題として国内問題でありますね。あの今 の加藤さんの話を聞いて非常によくなあの納得できるところがありました。やっぱり今はトランプさんとかそういう人たちのプーチンとかそういう人たちの名前ばっかり出るんですが、やっぱりリーダーシップを国際機関のトップでもいろんな人たちがリーダーシップを発揮することによって何かを動かすってことはありえますけど、なんか姿があまり見えなくなってきません。今いないような気がするんですけど、どうでしょうか。まあ、言葉は悪いですけど、トランプさんにあまり目をつけられないように割と静かにしてる。だけどそうやって中国にしか知らない間に言っていて、そのうちあの GDP だけでいうと中国は IMF の本部の設置場所になるかもしれないっていう、若干やっぱりね、それトランプさんに聞こえるように言ったりもしてる。あ、してるんですね。そうですね。それはメッセージを送ってるんだと思いますけどね。あの山崎さん、ちょっとあのお聞きしたいんですけど、一帯一路と AIB の話があって、私もあの昨日あのちょっと中国から帰ってきたんですが、やはりあの一帯一路も AIB もある意味で中国流の中国が主張する多国間主義ですよね、その問題に関して。だからその、まあ、つまり自分たちがいるっていうだけじゃなくて、でこういうふうな発言、まあ、いろんな形がそういう人たちが出てくる可能性あるんですが、こういうことは一つの新しい秩序形成の一つのを変えていく一つのきっかけになるというふうにお考えですが、つまりヨーロッパの国も結構参加してきてますよね、はいはい、どう考えてますか。それはだからもうそのブレトンウッズのですね、アメリカ発だけじゃなくて、いろんなものがこれから出てくるわけで、あのその中で是々非々でみんな考えればいいわけですよね。あの、まあ、一帯一路っていうのはその国際機関というよりむしろまあ中国のあの一国の外交政策ですよ、ただそれはオープンなものであって、日本側もだからオープンなものであれば僕らも協力するものは協力するよねというふうにこの間まあ総理も言ってるわけですね。他方で AIB はもちろん中国が作ったけども、これはもう国際機関ですから、あのしかもそのルールっていうのはやっぱりみんな一生懸命議論して、かなりその責任とかなんかと同じようなものになってますよね。で他方で日本もその一帯一路じゃないですけど、この間あの日インド首脳会談では今度その南アジアとかアフリカまでのこの回廊みたいな発想を作ったりとか、だからこれ別に日本の外交政策、ティカットという日本の外交政策もあります。それはもうみんなそれぞれやるのはそれは当たり前であって、でもそれは別に国と国とか対立するわけじゃなくて、その中でその地域がですね協力してあの反映していくという形になればいいということなんじゃないでしょうか。そうですね。で加藤さんどうですか、ずっと長く見てきて、やっぱり世界の秩序っていうものが、まあ、自由とその民主になり、僕たちが考えるその規範というものはこれからもきちっと鍛え直していかなきゃいけないような気がしているんですが、やはりこ そのグローバルの世界の中で、あの今までやったことをさらに今後発展させるためには、なんかいろんな努力が必要な局面に来ているような気がするんですね。あのそういう点で G20 の役割も含めて最後の方々あの意見を一言聞きたいんですが、その世界のグローバリゼーション今後の良さを今後高めていくために、あのどういう努力が必要なのかとっていう、ただ会議は会議で残すある機能させるだけではなくてですね、あの何を考えればよろしいんでしょうか。まあ、あの、まあ、税も含めてその、インクルーシブなその成長ということをこう実現するためのこう成功例というのをこういくつか作っていくということが一番分かりやすいんじゃないかと思いますけどね。山崎さんどうでしょう。
私はその、まあ、いくつかこの今なんとかなこの自国ファースト的な雰囲気がある中で、まあ、おそらくその今度来週ですか、この週末のドイツの選挙が終わればですね、今度独仏連合で EU もさらなる統合の進化に向かっていきますよね。その後また日本の選挙もあって、やっぱりその日本としてやっぱ強いリーダーシップですね、今までのやっぱ歴史の中でも一番強いリーダーシップあるわけですから、その中でやっぱりこのしかも再来年日本が議長国ですか、議長国、そこでやっぱり新しいまた秩序を、ね、作っていく努力をすべきだと思います。はい、わかりました。やはりG20 というものがその一つの会議の舞台として、しかしその世界の経済を引っ張って、つまり成長させて、で一方でその規範上の大きなグローバリゼーションとか自由とかそういうことを含めた良さというものが世界の多くの人たちに広げるような仕組みをするために、この G20 というもの の, 役割があると思うんですが、しかし課題もかなりあるんだなということを今日分かりました。今日話は前には出ませんでしたけど、安全保障上の緊急の問題もあるわけです。そうなんです。今回の北朝鮮の問題はやっぱり連携できませんでしたよね。でこれ安全保障という問題は G20 では話さないって誰が決めたんでしょう。いや、そんなことないですよ。ないわけですね。それはもう首脳会議であり外務大臣会議である、ね、ただ意見がこれほど違っているとなかなか共通の着地点を見出すというのは難しい、だって安全保障って制裁という国があるわけですよ、あるいはサイバーセキュリティの話もしますけども、犯罪者側の国もあるわけですよ、それはできるわけないわけです。他方ででも G7 というのは北朝鮮に関しては今までにない、つまり今のその最大のリスクであるという言葉で合意できているわけですよね、それはやっぱり使い分けざるを得ないんです。なるほどね。確かにグローバリゼーションというとお金だけじゃなくて人、そして情報、その全ての点でそれに対してそれが自由にいくということに関するいろんな会議感とか不安があると、まあ、それがその先の未来というものが読めなくなってきているというのも事実ですよね。ただこの3つの問題がグローバリゼーションの構成要素とすれば、その課題をどう克服するかということもこの G20 の討議課題でなきゃいけないということではよるですよね。はい、ぜひそういう形で G20 が発展していくことを期待しています。私たちもそういう議論をしていきたいと思っています。今日はどうもありがとうございました。